さんこんにちは、森有と。はい、今日は表参道にある救済に来てます、はい、メニューなんですけど、私が頼んだのがこれ、ブルーベリーのヨーグルトで、なんだこれ、ごめんね、テカテカしてる。リンゴ酢かな。あ、リンゴ酢か、リンゴ酢で、甘酒も飲みます。これハーブティー、パパパパパって取んなきゃいけないので、ちょっとパパパパパと飲みますね。はい、ちょっと店内はこんな感じ。人がいるんです。はい、ということで飲みましょう。こんにちは。あ、リンゴ酢だ。あ、リンゴ酢だ、本当だ。本当にリンゴ酢で、ちょっと青汁の味がする。あ、美味しい。美味しいね。あ、ブルーベリーだ。美味しい。なんだろう、本当にそのままだよ。ちょちょって混ぜて、ちょちょって混ぜて、甘ドラってこと。そのままの味、本当にそのままです。味込みに来なきゃ分かんない味だ。なんだろう。そうですね、ブルーベリーでした。リンゴ酢でした。で、なんかポップがあるんですけど、これ多分フォトブースなので、こういうのを使って皆さん SNS に投稿して、あ、なんかね書いてある、ほら、こうか、 SNS に投稿してくださいらしいです。なので私は YouTube で投稿しました。はい、SNS なので、ブログが最近撮れてなかったので、そうですね、ここでちょっと本当に、なんかラフなラブログ、すいません。私でもリンゴ酢の方が好きかな。女子はリンゴ酢のが好きかもしれない。ほとんど飲んじゃってよ。喉乾いてて。ほとんど飲んじゃったな。酸味がありますね、リンゴ酢は。こっちはちょっと渋み？なんかやっぱりブルーベリーだから。うんうん。でっかいの無料なの？嘘。これは一杯無料です。私普通にお金払ったかと思ったから。22番のお客様。すげえ。え、私こんぐらいのコップが置いてあったからね、それかと思ったら無料で飲めるの。これやらせじゃないよ、私も今驚いた。だから、たくさんね、こうやって宣伝してるお兄さんがいるんで、そのお兄さんに捕まって、人に入ってきてくれれば、またお兄さんがいるんで、そのお兄さんにこれが欲しいって言えば、飲ませてくれます。なんで詳しいかって、こうちゃんがいるかもしれないので。こうちゃん、ここにはいる。こうちゃんの友達がそうです、そうです。ここその隣に多分お兄さんが無料提供してますっていう声が聞こえると思うので、ぜひ来てください。ということで、盛り上がりとバイバイ、せーの、おつわり、バイバイ。